はい、どうも、ともしです。有料メンバーシップね、YouTube の有料メンバーシップっていうサービスがあるんですが、それがなんとね、私のメインチャンネルに来たんですよ。私のメインチャンネルまだ収益化して2週間ぐらいしか経ってないんですけど、8月10日に1000人超えたぐらいなんですけど、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。1000人超えたんですけど、なんかメンバーシップもう来ちゃったんですよ。なんかこのメンバーシップよくわかんないですよね。なんか、学ぶさんでも来ないとかさ、いつ来るか分かんないみたいな話で、なんかよく基準が分からないんだけど、まあ私みんな来てるんですかね。私はあれですかね、スーパーチャットが多いから来たのかな、よく分かんないんですけど、まあ始めていこうかなと、いろいろまあできるもんならねやっとこうかなと思ってるんで、まあ思ったのは、まあそんなにさ入る人なんかいねえんじゃねえかなみたいなこと思ったんですけど、ただだから、あの YouTube プレミアムに入ってる人は、メンバーシップ1個無料で入れるんだよね、安いやつってね。だからそれで入ってもらおうかなって思ってたんですけど、で、価格いくらにしようかなとか思ってたんですよ。いくらにしようかな、1000パチかなとか、まあ、400円かな、100円かなとか思ったんですけど、今見てみたらね、なんか3段階にできましたね。もっと増やせるのかもしれないですけど、松竹梅はどっちが高いのか、梅が高いよく分かんないかったんですけど、まあ松竹梅あって、それぞれ平均コースみたいなのがあったんですよ。このぐらいこのぐらいみたいなのがあったんで、ああそうなんだと。 YouTube もね、そういう風に段階にした方がなんか儲かりますよみたいなのが書いてありました。そんな風にしていこうかなと思って、まあ特典とかもね、なんか微妙かなと思ったんですよね。でもだからすごいですよね。昔さ、あのニコニコでチャンネルがあったじゃん。ニコニコでチャンネルで、なんかさ、そのユーザーチャンネルで課金ができるのって、すごいもうえりすぐりのエリートだけだったじゃん。暗黒とか、柴田とか、野田ゾウリとかでさ。もちろん、サイちゃんはそんなのできなかったし、まあ、できたとしてもそんな誰も入らないだろうとは思ったんですけど、それがもう、YouTube ならできちゃうっていうね。夢の YouTube。ありがとう YouTube。ね、そんなやっぱそういう、こう歴史を辿ってきた私からすると、メンバーシップすげえ、何それすげえと思っちゃうんですね。あとは、まあ、その、まだ始まったばっかりなんですけど、やっぱ広告収入っていうのはちょっと限界がもう最初からありありですよね。その、広告収入よりも、まあ、私の動画再生数がないっていうのもあるんですけど、やっぱりこう、100円でもスーパーチャットもらった方がでかいんですよ。ぶっちゃけね。そんなもんなんですよ、広告収入なんて。やっぱ100円のスーパーチャットもらった方が大きいので、だからそのなんだろう、スーパーチャットメンバーシップでこう、だからこうスーパーチャット広告収入だとこうちょっとスーパーチャット頼みすぎるんで、スーパーチャットメンバーシップこう両方両巨頭でいってプラス広告収入みたいな感じで、結構そっちで頑張っていくしかないんじゃないかなと思いました。逆にまあ、だから、スーパーチャットとかメンバーシップが充実していけば、そんなにね、何百万人にも並んでもよかろうもんであろうし、その、まあ、10万人とか1万人とかいても、どうなのかなと。実際どのくらい儲かるのかなと。1万8000人で33万儲かるとか大学にも言ってましたけど、まあ、そんなところでね、まあ、電話急げてないですけど、まあ結構やることあるんでね、簡単にスイッチポンポンポンって収益化じゃなくて、あのメンバーシップできないし、メンバーシップもなんか審査があるみたいなんで、まあ実際できるかどうか分かんないけどね、悲しいですね、落ちたら。よしやるぞっつってやって審査通らなかったら悲しいんですけど、まあね、頑張って勉強してね、いろいろちょっと今勉強しようと思ってるんですけど、なんかちょっとその少し前のさ、池部屋と誰だっけ、与沢翼のメンバーシップ騒動みたいのしか動画情報が出てこないのとか、あと YouTube は動画あるんだけど日本語字幕がない日本語字幕ないんで、ちょっと日本語字幕つけてよと思っちゃうんですけどね。まあそんなところでメンバーシップについて考えているというところでした。